はい、どうもです。はい、さくらです。ではございます。今回バレーボールカードゲームテクニック41の方やっていきたいと思います。音楽の使用できが山口なすがしくです。さくらの使用できが猫場です。リベンジですね。次は見せるから証明。はい、やっていきましょう。最初はグー、ジャケっぽい。起きちゃった。さあ、いきます。帰れ、帰れ。弾ければ最高じゃねえかもしかして。帰れ。弾くしかない。行くか、行かない、やる、行かない、やけ、こんなに止まらない、いや、いつだって仕事はもう全部貸したけど、じゃあいいよ、こう、ギャンブルしようか。読んでもいいな。初期のやつ必要する、そんなにないんだよな、普通に。読まへん。ありました、見て。はい、レシーブドロー。やばっ、マジで。もや、いいか。4点ドローか。結構ええ。全然読みやねん。引き渡すか。おいて、おいて、ブレイク。ラッキー、ラッキー。はい、レシーブドロー。あ、そうか。もうやっぱ。いや、次。5点アクションか。レシーブドロー。シーズン。一瞬ドロー。いや、いや、まあ、ここか。ちょっと来てもらおう。見ました。一瞬ドロー。置いてブレイク。さあ、さあ、一瞬ドロで、じゃあこうか。シフト。はい。ギャンブルすればよかった。見てみたらどうですか。はい、割と便利で戦います。シーブドロー。
好きだね、じゃあ。どういうやつやし。懐かしくて照明開始。照明。4。すごい。いや、これをね、見せつけれるのありがたい。勝負。いや、勝負じゃない、ごめん、懐かしい。いい間違いました。3枚からんでブロック負荷6点、ブロック負荷、キャラ降格か、アクション負荷。レシーブ取ろう。はい。ブレイク。はい、ありがとうございました。シャー楽勝めっちゃ頑張ってたよ。もう途中からどうやったら負けっかなっていう。はい。ということでね、もう、これはね、ベトナム震えてますよ。震えてますね。ほら震えてますよ。やっぱね、これが山口の力ですよ。ちゃんと見せられました、ね。ちゃんと見せられました。次はやっぱね。いやもう、一回ね、コメントついたからね。なんで日本人はそんな山口を使いたがるんですか。パンチマークついてますね。コメントのチマークついてますね。ね、これが理由です。日本人はね、はい、山口使うの大好きなんで。はい。ということでね、バレーボールカードゲームテクニック41の方は山口夏合宿の勝ちとなりました。やっぱもう、要は山口時代ですから、ね。はい。これからもね、どんどんね、はい、他のデッキ全部来ちゃうしごとなんで。はい。ということで、次回、42の方もお楽しみに。